2020年度版人務統制5でございます。で、今日はですね、第二次人務統制で鞍手軍師を取り上げます。駆逐砲の、やはりあの現地伝承ですね。昭和9年発行の鞍手軍師に筑豊の各神社社殿からまとめた機器には記されていない詳細な人務統制のコース、ここに書いた人の名前が少し出ておりますが示されている。筑豊は私の唱える天満和国であり、空びつ大和の国であり、都は神武記に言う中津国であり、かまど神社の由緒に言う中津国の皇都である。詳細を講示するが、まず宇佐から彦山へのコースが示されている。鞍手軍師の変者は宇佐から中津にで、山国川に沿って耶馬渓を登られ、北付近の森実から五里代の南路をよじさせられて、彦山の山頂を極めさせられたと推測している。そして彦山は、天神天の押し穂耳の御子とのお下りになった国見山であり、神武天皇もまずこの山頂において国間木を遊ばした。銅山の水星石の由来にも神武5年7月云々の文字があるという記述が見られる。関係する限り、私がもう全てを見る限り、一応合理的なコースである。で、この前の続きですね、ここにあります。7月、八田ガラスの案内で彦山を下る、でしたね。で、そこに宇田のあがたの決戦というのを挙げておりました。で、彦山は、先ほどありましたように、ここですね、うんぬの文字がある。この続きです。神武5年は、神武元年を木の絵とら、紀元前666年とした場合、母語土の絵馬紀元前662年となる。日本書紀神武即位前期母語年土の絵馬の年の記事に7月記事は実はこれありません。7月記事ありません。日本書紀にはありません。この一行は私がこの鞍手軍師によって設けた公文である、一文です。なお福永説では、神武即位前期土の絵馬の年は紀元後西暦ですね、118年にあたる。そしてこの前、詩で説明しましたように、8月宇田の宇勝地の村に至る、宇田の阿賀田の決戦に勝つ、9月、宇田川の、朝原に、移し祝いをなすというところをこの前やりましたね。ここは宇田の千原でしたね。それが田原遺跡ではないかということも申し上げました。そして、その時に八十武を、川崎を制圧した後、国見ヶ丘に移すということで、冬10月の三の富の1日の日に滑らみことその逸平のお物を立て祭りたまい、戦を整えていでたも、まず八十武を国見ヶ丘に移して破り切りつ、この枝地に、スメラミコとの御志、必ず勝ちなんということを保ちたまえり。すなわち、身歌読みしてのたまわくで、この前この歌をあげておりませんでしたね。カムカゼの伊勢の海の大石にや、威廃もとおる、下だびの、下だみの、あこよ、あこよ、下だみの威廃もとおり、打ちてし山、打ちてし山。まあ、戦争中はよく知られた文句だったわけですね。で、カムカゼの伊勢の海の大石に這い回る下だみのように、我が軍勢よ、下だみのように這い回って必ず敵を打ち負かしてしまおう、打ち負かしてしまおう、身歌の心は、身心は大石を持ってその国見ヶ丘に立とうと、日本書紀わざわざこの中がありますね。そうしましたときに、この前のこの終わりになりますけど、赤村と、添田町の境にあります岩石山、見事に大石だらけでございます。だから日本書紀はやっぱり田川で作られてますよ、筑豊で作られてますよ。こういう可能性があるんですね。
だから元歌は久米部が筑紫の海か有明の海か分かりませんけど、そこで石畳のようにというこの歌をその久米部が歌ってるわけですね。もうこれ久米部が歌ってます。ところがそこの大石にかけて国見ヶ丘に例えたと。この一文がですね、いかに神武天皇記日本書紀が筑豊で田川都の土地で作られているか、あるいは倉手加護の土地で作られているかということになってまいります。これ付け加えです。神武統制後のこれが第一番目ですね。死の補いです。さあ、それでいよいよ、前回予告しましたように犬国との最終決戦、空光大和の国との最終決戦に入ってまいります。11月、立岩丘陵、もうはっきり出してあります、飯塚氏にこもる式彦を攻めようとして、神武は川と海の混ざる広大な沼を勝ちで渡り、片島、これも飯塚氏にありますに上陸、ついに熊野の三輪の村、これ日本書紀にありますを攻撃し、式彦を滅ぼす。天の岩立て、これ日本書紀にあります、これ私はもう立岩神社と否定しましたに登り、で統制成就を天祖に祈願する。で12月に長瀬彦との戦いに勝ちまして、結局犬国は滅亡し大和国成立という、日本書紀と倉手軍師と五感情を足し合わせた結果になります。これがあの壊したモニュメントですね。また後で出てまいります。さあ、これが倉手軍師です。はい、これを全部読み通したわけですが、さあその上古史のところ、ここに神武天皇後藤征という昭和9年の倉手軍師にあって、そこに伊手引神社社殿が引かれてですね、それで神武統制の、まあ、後藤征構想は大体描かれてるわけですね。それでは倉手軍師の中で、まず伊手引神社社殿もそうですが、ここの月光神社小縁起入っていきましょう。彦山頂、これは私の補いです。山頂から、右されたか左されたか、それにはこんな古記録がある、すなわち、でこれがもう月光神社の古縁起ですね。スメラミコとまさに中津国、もうどこも縦岩あたりを指しているような気がします。中津国に移らんと思いなり、日向から発行なさる、これはもう日向の秘密出発でしたね。で陸路をまさに筑紫に赴かんとなさるとき、うまみ物のべの子孫の駒主の御事が一族を率いて田川郡赤津の岩石山のあるところですに迎えて、足城の春明を献じよりて僧正して申し上げることには、これから導き申し上げることができます、よろしくまず着工なさいませと。私めの馬は野の牧場にして統制発行に差し上げるのでございますと、こういう文句がですね、月光神社にあるのでございますね。岩石山とつながります。うまみもののべとありますように、もう筑豊の土地に詳しい方はうまみ神社、うまみ山が頭に浮かんでらっしゃる方もいらっしゃるでしょう。そのうまみ神社のあたりにいたですね、駒主の御事が岩石山のふもと田川郡赤津の、当然これ赤村だと思いますに迎えなさったと書いてある。はい、で云々で、これによって天皇は豊前田川郡に下られ、そして高羽川彦山川に沿って阿賀野、これは倉手軍師の人の解釈です、方面に進まれたことが幻想され、それから先の御順路は天神高祖並びに天皇に御関わりのある神社地名等の社殿縁起伝説によって面白く創作され、これを天皇の御子の経営、そうですね、物呂部氏の分布、八幡神の所在等に引き当てると
なるほどと一応の、承知といいますかね、思考を得ることは必ずしも難しくはない、まあ、ちょっと難しい言葉で書いてありますが、要するに鞍手軍師に取られた夏穂鞍手の伝承と田川の伝承とここでやっぱりつながってるわけですね。これが現地伝承です。でさらに続いてやっと出てきます、筑豊最大の現地伝承、井手引神社社殿、早く出てほしいですね。で試みに夏穂郡井手引神社の社殿を昇録し、以下諸神社の社殿縁起もこれに準じ、それらの古伝説が天神イザナギの神、宗方三女神、雨の押しほみみの御事、天孫二にぎの御事、私の場合には筑紫川の神ですね、神武天皇、慶光天皇と相関連し、物勝ちし自分の肉体である社殿縁起の内容が期せずして相関係していることに示唆を感じ、筑豊の三夜から北九州の随所に神武天皇を中心とする神社地名があまりに多く、しかもそれが天皇の御コースを語る分布を描き、神代史古代史の時間と空間を如実に指示していることに注目してほしい。鞍手軍師の変者は明らかに筑豊から北九州にかけての神社伝承に神武天皇のコース、私に言わせると統制コースに深く関わっていますよと説明してあります。その中心が井手引神社社殿でございます。今回はいよいよこの井手引神社社殿と日本書紀をつなげながら、神武さんがその赤角から旨味山の方向に出ていったその後を紹介してまいります。さあ、その文に曰くです、井手引神社です、社殿ですね、筑紫鎌の、本当はこれ武前であるべきなんですがね、筑紫鎌の南端、この鎌というのは今の鎌地区の鎌です。二文字になりましたね。これどうやっか、井手引神社社殿、一文字で鎌でございますね。鎌の南端、武前田川に接する地、やっぱり武前田川出てきますよ、接する地を山田の庄という、庄の東北に山があり帝王山という、これから出ます。こういうわけは、昔神武天皇統制の時、豊国宇佐島より高尾の、赤尾のですかね、よくわかりません、高尾のに出て天祖赤津の御子と天の押尾御の御子とのことですと、これちょっとわかりません、兄弟さんの中方に祭りて後、西方に国を求めたまわんとしたもう時、神武さんは宇佐に上陸して、そこから彦山を越えて火を背にして犬国中津国を西に向かって攻略するという戦い方をずっと続けておりますね。だからここも動きませんね。西方に国を求めたまわんとなさるとき、三条神社あり、これを井手引神社という祀るところの神三座、天照大神、にぎはやの御事だと思われます。お四方耳の息子です。田力尾の御事、天の岩屋とで、その岩屋とを力いっぱい引いたという、あの伝説の神ですね。それから慶光天皇と、この御柱の神が祀ってございます。で天皇の行、これは慶光天皇ですね。筑紫前頭鯖江の皆枠がごとし、まあ、こういうふうに、わんさかわんさか人たちわけですね。土雲と称する者が多く参戦の険しいのを当てにして、やりたい放題に共柄を集めて、そして長命を立て祀ることがなく、うんぬんとあり、以下これを表記すれば左の通りである。さあ見ましょう、こういうふうに箇条書きになっております。帝王越え、帝王山の山の王湯、小野谷、現加保郡宮野村、
今はもう飯塚氏になるんですかね、はい、迷路を正すべく高木の神、これ高木結びの神ですね、を祭りたも。次、神武山ですね、道宮の村、熊田村ですね、熊ヶ畑あたりです。神武山と飯氏が今は単に神山という。次が旨味山、ここに出てきます。道足城村、さっきちらっと出てましたね、足城の馬をすでに田川の赤角で献上してましたね。でこの馬に乗って旨味山のところまで来られたので、そこに足城村というのがあるわけでございます。これ神武さんに関わるんだそうです。現在もあります、釜石です。釜石足城です。天孫二義の御事、これは例によって、例のごとく天武天皇によって二義早日の御事と入れ替えられておりますね、の霊石を訪ね、降臨愚部の神、うまみ物のべの末、駒主の御事を、ここちょっと注意してくださいね、東道役、西に向かっていってるはずなのに、ここでいきなり駒主の御事は東道役、東の道の案内役となさったとあるわけです。これ最初の頃よく分かりませんでした、なんで東道役だろう。今日解決見ます。さあ次です。川崎の雨降り神社と同じように、雨降り八所神社、海田村です。もう今飯塚市です。行軍航路に悩むとき、発進雲影に、やかびでしょうかね、に還元して進路を教えたも。この場合のは教え申し上げたですね、はい。次、鳥居という場所があります。で前期八所神社付近の地名、雷雨ヤタガラスのことですね、が稲はと鳴いて鳴きて行軍を導いた土地、カラスを峠、今も交通の要衝です。今この下トンネルが通っております。で雷雨をカラスを明神の出現と言い、カラスはヤタガラスのカラスに同じヤタガラスです。で杉玉明神、これもほとんど雨降り八所神社の近くですが、天皇の悩みを直し立てまつったところであると。で祭神は天皇と駒主の御事と四熱彦、あの佐賀関で乗せた人でしたね。で次に佐代、これ今でもあります地名で、で天皇の霊石で佐代剣、万葉仮名です、佐代剣の役事であると。で次が厳島神社、これもあの今の、飯塚市の、ところにございますね、はい。で天皇宗像三女神を祭りたも。そして皇后石で有名な掛け馬が出てきます。神武天皇さんの頃にはまだ掛け馬の皇后石はできてなかったかもしれません。それから釈迦の山、これも珍しい読み方です。釈迦と呼ばせますね、釈迦の山、飯塚市高袋ですね。それから生蔦です、飯塚市です。で沼田という、天皇が恩賀川を渡り悩み大迂回を行いなさったところと書いて、で次に勝負坂が出てきます。そしてあの立岩史跡で有名な立岩がも書いてありますね。ここちょっと重要です。と申しますのも、この鞍手軍史が編集されたのは昭和9年、発行されたのも昭和9年でございますね。この時まだ立岩遺跡出ておりません。この後の昭和32年あたりから本格的な発掘が始まって、そしてやがて高島忠平先生なんかも参加されたあの発掘につながっていきます。だからこれ伝承が先ですね、伝承が先ですね。その伝承の地に遺跡が出てきたわけですね。天皇が天祖に祈願したもうたところ、天祖何者でしょうね、にお祈りなさったところと。
それから次に勝ち渡り出てきます。大渡りが出てきますね。それから矛の元が出てきます。その矛の元にはこういう、注釈がありまして、豪族八田彦皇軍を奉迎、盆賀川を渡河された米と書いてありますね。はい、片島、今も飯塚市残っています。片島または片島と書き、皇軍上陸の地を指す。上陸ですね。ということはこの飯塚市片島の周りは海だったということですね。あるいは相当に広い川ですね。上陸です、上陸です。で、先ほどの月光神社が出てき、天皇進軍を命じたもうた古地、それから白旗山、天祖を祀られて神託を得られた霊石であると。それから、宮若市と飯塚市の間、笠木山です。天祖の霊を祀りたもうた霊地、行きす、まあ飯塚市です。大谷彦の宝源地とありますね。また鴨竹山です。鴨竹村です。天皇にちなむ地名、能祖の社、森ですかね。飯塚市能祖を祀られたところ、今の能祖八幡のあるところですね。ウルーの花宝郡鎮西村とありますね。飯塚市です。かつてウルーの炭鉱がありましたね。天祖を祀られたところ、ちっちゃな神社がございます。でさらに姿見、日野原、これも天皇にちなむ地名と書いてあります。高田、大分廃寺の近くですね。田中熊分の宝源地、この田中熊分はもう、紹介がありましたっけね。はい、それから大分ですね。ところがこの伊手引神社社殿では大北と読む、天皇の神霊を祀るとありますね。山口、皇軍戦勝休養の地、牛首、土蜘蛛、内猿、内首の古地。そして宝満山、これはもうすでに紹介しました。かまど山、一世の御事を葬った太宰府のあの山です。だからここで一番大事なのは、宮若市あたり、飯塚市の北部あたりを西に向かいまして、神武天皇さんは宝満山にお帰りになっとるわけです。かまど山にで登山して、御母君玉依姫の霊を祀りたもうとありますね。そしてさらに田中の庄、これは今の大野城市あたりでしょうかね。荒木武彦の宝源地、加賀の里、これ海町です。海八幡があるとこです。ここでこの荒木の娘静姫が巫女加賀の巫女を産み申し上げた地、神武さんがまた我々が日本書紀では知り得ない、この、女性との間に加賀の巫女を今の海八幡の地でお産み申し上げたと。これは後の300年代に神宮皇后が応神天皇を産みなさった土地と同じです。これが福岡県の現地伝承の凄さです。かつて神武天皇のまた別の古事記日本書紀仙台九字本義に出てこない神武の巫女さんが生まれた場所、その加賀の里が後に神宮皇后さんが応神天皇を産みになったんで海と名付けたと不動記にもあるわけです。これが福岡の現地伝承の凄さです。それから鴨竹原、若杉山、笹栗町ですね。いずれも天皇の霊石地とあって、倉手郡守もここで以下略でございます。この後は本当は読みたかったんですがね。さあ、これが大まかな倉手郡守に残された伊手引神社社殿の神武天皇のご統制のコースでございます。統制のごコースですね。さあ、その、最終的にはここまで参りますが、今回は、少し戻りまして、どうも、この辺りで
このあたりでちょっと終わらなければいけないようです。さあ鞍手軍師の続きです。以上はその主なるものを示したもので、まさしく主なるものなんです。